今年、2013年、あ、今年は2023年なんですけど、2013年に、NBDC 人データベース10月に運用開始しました。で、ちょうどまさに今、10年を迎えたわけなんですけれども、これまでの10年と、これからどうしていくかということについて、お話しさせていただきたいと思います。で、まず NBDC の活動ということで、NBDC ではそのデータベースの統合をその促進するためのファンディングを、していること以外にも、さまざまなデータベース統合のためのツールの開発だったりとか、あとは、オントロジーを統一するための、活動だったりとか、あとはデータベースのカタログ化というのを、こうフェア原則に、のっとった形で、実施しています。で、それは、データの価値の最大化だったりとか、データ駆動型科学への貢献を目指した活動ということになります。で、こちら、左、すいませんこちらが、NBDC のポータルサイトのトップページになりますけれども、すべてのサービスというところで、そのツールなどを紹介しております。で、現在 NBDC が主体的に開発して提供するウェブサービスは、これらの5つ のものになります。で、本日お話しするものはこの下の2つで、人由来データを、安全に共有するためのデータベースとして構築しております、こちらの2つについてお話ししていきたいと思います。で、それぞれのデータベースのトップ画面になりますが、向こうが左側の方が NBDC 人データベースで、全世界に向けて公開するための枠組みとして開発しています。で、誰もがウェブ上からダウンロードして閲覧することができるような非制限公開と、あとは科学的観点だったりとか研究体制などを審査した上で承認された研究者のみが利用可能な制限公開の2つのアクセスレベルがあります。で、下の方がグループ共有データベースになりまして、で、この一般公開に先駆けて限定的な範囲での共有を可能にする枠組みとなっております。で、このグループ共有と非制限公開と制限公開3つのアクセスレベルとなっております。で、このグループ共有データベースで共有したデータは、一定期間経過後に公開系データベースへ移行するということを前提にさせていただいておりますので、そう移行することになるんですけれども、その移行のタイミングというのは、データ提供者だったりとか、あとは、事業の、方針などを、考慮しながら決めていっております。次に、人データベース群の役割ということで、3つ大きな役割があると考えています。で、1つ目は公的資金によるデータ人関連の成果の受け皿としての役割で、このように倫理審査を受けた公的資金による、研究、公的資金を受けて実施される研究で収集された臨床情報や人資料を用いた解析データ全般ということで受け入れさせていただいております。で、2つ目ですけれども、学術論文を投稿する際、先ほども赤池さんがおっしゃってましたけれども、その根拠データをデータベースに登録するということを認められるようになっているということをおっしゃってましたけれども、まさにその通りで、ここにその論文に記載できるアクセッション番号を発売するという役割があると思います。で、最近そのトップジャーナルに、出ているような論文はので根拠データはだいたい集まってきているというふうに言っても過言ではないのかなと考えています。で、ただその先ほど言いましたグループ共有データベースというところではアクセッション番号を発売してなくて、で、もしその論文に記載したいですという場合は公開系へ移行していただく必要があります。3つ目ですけれども、人を対象とした研究を、実施する際に遵守すべきルール指針が、定められておりますので、個人由来のデータ共有と個人情報の保護の両立を可能にする枠組みを運用する役割が3つ目になります。
でこれを実現するために、日本の法令に沿った、ガイドラインを策定しまして、でそのガイドラインに沿った審査を NBDC に設置された DAC で実施するということで、進めております。遵守するデータ利用の際に遵守していただきたい基本事項、これはあのガイドラインに記載しているものになりますが、データ利用者の限定だったりとか、研究開発利用への限定、個人同定の禁止といった、これらの項目を求めております。で、グループ共有データベースの方でも、あの NBDC グループ共有ガイドラインというのを作っているんですけれども、その利用されたいそのグループだったりとか事業においてデータ共有方針を策定している場合は、それを反映した上で一部上書きをして、共有するルールとしております。で次に、運用体制ですが、先ほど の, そのガイドラインというのはあの右左上の、運営委員会の下に設置されたデータ共有分科会において、内容について審議していただいて、検討していただいて、でその上で、運営委員会で、承認を、でそれを、ルールとして、やっていくということになっています。で、それらの委員会とは別に、実際の提供や利用の申請の、審査については NBDC の人データ審査委員会が実施しております。で、この運用体制全体について、倫理審査委員会でも、審査を受けていて、合計4つの委員会の、監視というか協力を得て運営をしていました。でそれ4つともすべて外部委員会からなる委員会となっています。はい。で次に、データの共有状況ということで、まずデータ提供申請、データ提供の方なんですけれども、左側が単年度で、右側が累計を示しています。で、一番左側のバーが、データ提供申請で、真ん中が提供データ更新申請といって、データを提供していただいた後に、さらにデータを追加したいとか、あとちょっと間違ったので直したいとか、そういうのがそういう申請になってくるんですけれども、それの数、あと、データの公開数が一番になっています。で、2023年の分に関しましては、4月から9月の半年間の値になりますので、今後この2倍ぐらいになるんじゃないかと予測はされるんですけれども、2013年の公開以来、どんどん増えていくということがわかるかと思います。で、右側の方の累計ですけれども、これは、申請をすべて足したもので、1000件近くの申請が来ております。で、約40万人以上の、まあ、名寄せをしたわけじゃないので、本当に40万人より多いかどうかわからないんですけれども、40万人以上のデータが、存在するということです。で、そのうちの約半数が、公開済みになっております。はい。こちらはデータ利用の方で、利用申請が必要な制限公開データの、利用になります。で、先ほどと同じ左側が単年度で右側が累計になりますけれども、2015年ぐらいから、この辺りでだいたい20件ぐらいのデータが公開されたんですけれども、そこあたりから、利用申請が増えておりまして、最近では100件に近い、年間100件に近い申請が来ております。で、濃い方が国内で、薄い方が国外になりますが、大体同じぐらいの数の申請となっています。こちらは、非制限公開データが直接ウェブ上からダウンロードしていただくので、ダウンロード数を示しています。で、すいません、これ DRA とか GEA とかの非制限公開データの値が入ってないので、ちょっと少ない数にはなってしまってるんですけれども、大体2022年ぐらいには100万ダウンロードを超えたという状況になっています。で一方、グループ共有データベースの方ではどうかというと、記載の通りになっているんですけれども、データ提供申請をされたもので、上の場合は、
約半数ぐらい、半数9件は、公会計データベースへ移行済み、もしくは移行作業中ということで、近い将来、JGA だったりとか、その公会計のデータベースから閲覧利用可能になってまいります。で、下の方も、全件、公会計データベースへ移行済みで、来年4月に、公開される予定になっております。で、3つ目のこれからという話に移っていきたいと思います。昨日、NBDC のポータルサイトの新着から、こちらのニュースを、公開いたしました。で、来年度から NBDC 人データベースの運用主体が NBDC から DBCLS に変わることになりました。でとはいえ、その NBDC 事業推進部が、完全に手を引くというわけではなくて、DBCAS と協力支援体制は、継続してまいりますし、その運用主体の変更によって NBDC 人データベース自体の運用方針の変更というのはありませんのでご安心ください。で、DBCAS に移管されるわけなんですけれども、その DBCAS では先ほど片山から紹介がありましたように、片山先生から紹介がありましたように、データベース統合のツールを開発してたりとか、その技術だったりとか、そういうオントロジーだったりとか、そういうノウハウを持っているところですので、NBDC 人データベースもこれまで以上に使いやすいインターフェースだったりとか、あと仕組みを導入していければいいなと思っています。で、またこの運用を連携してやっている DDBJ とも同じ組織、ロイスに所属しますので、より密な連携をしていけるのではないかと期待しております。で、今後どうしていこうかっていうところで、本日はこの3点について構想を簡単にお話ししたいと思います。で、まず1つ目、データセット検索から利用申請の動線を分かりやすくということで、NBDC 人データベースのポータル、先ほど左側に示していたものなんですけれども、平文で構築されてます。データベースセンターとは言い難いものなんですけれども、でそれで検索が困難だったりとか、表記揺れとか結構あります。なので、フリーテキスト検索はできるんですけれども、その検索結果は本当に合ってるのか。っていうところがちょっと確証を得られない状態になっていますので、そこに対してケアをしていきたいというのと、あとはサイト上で選んだデータセットをショッピングバッグみたいな形で入れて、でそのままデータ利用申請に持っていけるというようなものを作りたいなと思っています。で、次にデータベース間の連携の強化ということで、先ほど国内だけでも一時二時データベースがたくさんあるという話がありましたけれども、どのデータベースにどのデータが格納されているのかというのが分かりにくいので、そこを一括検索していけるようにできると嬉しいなということで、その仕掛けを作っていきたいと考えています。で、それぞれのデータベースに格納されているデータのつながりも分からない状態でして、で、NBDC 人データベース内では、同じ研究から出てきたデータは、同じ HIM 番号が付けられてますので、分かるんですけれども、データベースをまたいで、例えば同じプロジェクトから、いろんなデータベースに、いろんな加工されたデータだったりとか、一時データとか登録されていると思うんですけれども、それを分かりやすくするということで、その INSDC で推奨しているバイオプロジェクトでつなぐということを、試みようとしています。で、この実証実験を進めようとしております。で、また強化として、登録先のデータベースが分からないとか、アクセスレベルを変更したいなどといった要望も結構ありますので、あるんですけれども、メタデータがそれぞれにあるので、異なるデータベースを移したい、ここに移したいってなったときも、またメタデータを改めて作成いただくみたいなことになっているので、それをしないようにしていければいいなというところと、あとその下はレビューアクセスを求められることがあるんですけれども、DRA とか GA のその非制限公開データベースは、
まあ、ある意味可能になっているんですけれども、制限公開データはその性質上どこの誰がアクセスしたのかわからないっていうのは問題なので、それはできないということになっています。これは欧米でもそのようになっていて、でただそのデータベースに登録されている何が登録されているのかっていう分かる情報をアクセスさせるっていうのはありなのかなというふうに思っています。で、3つ目のコミックス解析環境の整備ということで、生データファイルを、登録してもらうということに、を推奨しているのでですが、あとはビジウムとかゼニウムとか、このかなり複雑なデータだったりとか、時系列データ、大量なデータが登録されているんですけれども、それを利用申請前に、どういう情報があるのかっていうところをそのビジュアライズしたりとか、検索可能にしていきたいなというのが一つ。で、その下に関しては、例えばそのデータが大きすぎて、データを移動させること自体、ダウンロードすること自体、大変になってきていますので、データビジティングっていうところが、推奨されている、だんだん推奨されてきてはいるんですけれども、そこに流せるようなワークフローを作ろうとしています。でなので多環境への移植を容認するこの CWA だったりとか UDL で、構築することで可能にしていきたいと考えています。でこちらは先ほど片山先生もおっしゃっていたように、知識ベースの整備をしていこうとしています。でフォルゲノムシークエンスとか実施するんですけれども、そこで VUS がたくさん出てくる。でその VUS を機能解析して、本当にファストジェネシティがあるのかどうかっていうのを判断していかないといけないんですけれども、そこへのその機能解析にスムーズに移行できるようなツールを提供していけたらいいなというふうに考えています。はい、こちら社人になります。この社人のスライドを作っていて、ちょっとお名前を書ききれなかったので、ちょっと所属機関の記載になってしまっているんですけれども、本当に多くの方々の協力を得てこの10年人データベースを運用してこれたんだろうなっていうふうに感じました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ということで以上になります。